はいどうも吉しです星のふりをしたゴモに気をつけましょう最近ツイッターでねよく見かけるんですけど星のふりをしてまあ、日本人を騙そうとするスパイがたくさんいるんですよねゴモというのは要はネットで中国共産党に都合のいいプロパガンダを垂れ流すスパイのことなんですよねまあ中国共産党のネット工作員のことを指しますでこうしたゴモが 最近ツイッターのねアイコン日の丸にしてでなおかつ安倍政権,安倍政権賛成外国人参政権反対といって要は一見ね保守に見えるような動きを日常的にはしてるわけですよ。ただいざとなると香港のあの運動は江沢民派が操ってるんだって言ってみたり。 イーグルチベットで活動してるやつらはテロリストだからだから鎮圧してもいいんだみたいなことを嘘を、ね、垂れ流すすわけですよねよくねこう詐欺師は7割正しいことを言って3割間違った情報を混ぜてくるといいますがこの語呂も同じで7割ね保守的なことを言って3割まあ中国共産党に都合のいい間違った情報を混ぜてくるわけですよねですからね 最近ね顕著だなと思うのは香港でねこういろいろデモがあったわけじゃないですかでこの香港の動きをあれはね香港人対中国共産党じゃないんだよ江沢民派対習近平派な,派なんだよっていうんですよねでなんで香港の人たちを江沢民派だというのかというと江沢民っていうのはかつての中国共産党の国家主席だったわけなんですけど 彼の、ね、地盤が香港にあるんですよねですからこれを指して習近平アグネス・長さんの裏には江沢民がついてんだと江沢民が金を与えてんだとで江沢民と習近平の要は中国共産党派閥争いに過ぎないとだから日本人は香港のことに首を突っ込むべきではないとまあ巧妙に何て言うかなミスリードを誘うようなことを言ってくるわけですよね。 まあですから、ね、ちょっとね騙されちゃう星の人たちも多いと思いますだから気をつけましょうでね彼らがね嘘をついていることを見分ける方法があるんですよねそれは彼らがね何かツイートをした後に反対字で何かツイートをしているリプライを送っている人がいるかいないかを見分けるということなんですよねこの反対字というのは中国人が使っている漢字なんですよねちなみに台湾人は反対字という まあ漢体字とは違う漢字を使っています。まあ漢体字は台湾の漢体字とも日本人が使っている漢字とも違います。ですから簡単にねこれは中国人が何か物を言ってるんだと見分けることができるんですけど、このねこういうリプライを多く見つけたらそのツイートをしている人はだいたい語魔です。日本人のふりをしてまあもしくは日本人かもしれませんが。 とにかく星のふりをした五毛なわけですよ中国共産党のスパイなわけですよねですから皆さん騙されないでくださいえ繰り返しになりますが何かね中国共産党に都合のいいことを言ってで彼らのリプライに中国人と思われる中国の艦隊字を使っているリプライを送っている人を見つけたらあこの人星のふりをした五毛なんだ 気をつけよ、彼の言っていることは彼彼彼、彼彼女たちの言っていることは嘘だというふうに断定してブロックしましょうもしくは通報しましょう本当にねこういった星のふりをしたご t w ツイッターでは多く見かけます。皆さんね、気をつけまましょう、それではまた。